はい、皆さんこんにちは、ワナリングルビージです。では今回はパワープロ2018栄冠内の続きをプレイしていきたいと思います。前回関東大会を制覇して、まあ、ほぼほぼ春の甲子園出場が確実視されているという中でのプレイになります。じゃあまずはハードルで1マスを踏んで体力を回復しておきましょう。でこの後は特訓マスに止まって合宿へと入っていく流れを考えています。さあ誰の特訓をするか、柴崎か山谷か。ここは山谷だな、将来のエース候補ですからね。というかもうすでにエースですからね。よし、対強打者丸で。まあ、山谷がねこの後強豪校たちと対戦していくわけなので、当然相手のバッターもね強くなってくるんで、この対強打者丸がつくのは結構有効なんじゃないかなと思います。では合宿に入っていきましょう。さて諸星富士の土肥か、どうするかな。あ、キャッチャープラス2ってマジででかいな。キャッチャープラス2ついてくれればマジででかいけど、つかないね。まあそりゃそうだよね。根岸奥山か。まあここは無難にベースランニングをしておきましょう。まあ、何気にね、その当てることには長けているミート力は高いチームに育ってきてはいるはずなので、まあ、そういう意味で言うと、プレッシャーラン、今までで言う月崩しが入ってくるっていうのは悪くないかなとは思うんですよね。いや、キャッチャープラスについてほしいんだけど、結局誰もつかないまま、なんか中途半端な合宿に終わっちゃったな。柴崎の盗塁が B か、まあ、悪くはないとこまで来ましたね、柴崎の。ただ柴崎自体の走力がねそこまで高くないので、ちょっと柴崎の走力確認しますか。うちの一番バッターであり一番多分長打力もある柴崎なんですが、ミートパワーが C か、走力が D なんですよね。走力がねB とかまで入ってくると、まあもうちょっとね、盗塁の話もできるのかなとは思うんですが。4と1ばっかりになってきたね、ちょっとマスがね。そしたら1を3個踏んで星マークまで歩を進めますか。ゆっくりゆっくり。もう社会人になると休みがね限られてきちゃうんで、この春休みだ夏休み、さらには冬休みっていうね嬉しさがもう全くないんですよね。なんかもうちょっと社会人にもこうまとまった休み、それこそゴールデンウィークとかお盆とか年末年始以外にも休みがあってもいいんじゃないかななんて思っちゃうんですけどね、未だに。
ここは富士野にしましょう。これで2019年になります。まあ、この1年目のシーズンまだ途中ですけど、そんなに悪くはないですよね。夏の甲子園の予選こそ、まあ言ってみればあっさり負けてしまいましたけど、それ以降はねしっかりいいところで頑張ってるんじゃないかな。しかも春の甲子園の出場を決定的なものにしてるわけですからね。まあ、今年のゴールデンウィークはちょっと並びがね、間に5月2日平日で、まあ、5月1日はねラバーズデーというのはありますけど、まあ日本ではあまり定着してないのできっと仕事の人が多いんじゃないかなとは思うんですが、でこうね、タイスキー監督としては毎月タイに遊びに行くっていう目標を掲げて、今年1年ここまで、1月から5月まで交代をしてるんですけど、6月が休みが本当にないんですよね。もう行くんだったら本当に土日に1日か2日有休を入れて、それこそ2泊3日とかの強行スケジュールで弾丸で行くっていうね、なんとも悲しいスケジューリングになっちゃうんじゃないかなとは思ってるんですけど、ちょっとグラウンドレベルを上げていきたいんですけど、その手のイベントがやっぱり1年目とかになってくるとどうにもない、これはしょうがないところにはなると思うんですけどね。勉強して総力が上がる意味がちょっとよくわからないけど、練習機材の手入れをしてもらおう。お、春の甲子園大会出場決定。これは本当に嬉しい。1年目でこの感じで進めてこれたのは本当に嬉しいな。さてこの後だけど、まあインターバル走で5マス進んじゃいましょう。まずはあここも変えなくていいかな。そしたらダンベルを使って練習休みに体力回復を重ねて、みんなにリフレッシュしてもらいましょう。次は待って、これよく見たらでも何も考えずに休み入れたけど、次来るマスによってはうわー1か3か5になると飛び越えちゃうんだよな。4が踏めないか。ただ赤マスは踏みたくないからな。まあ、踏んででも特訓マスに行った方がいい説もありますけども、ここは一回飛ばしましょう。しょうがない。なんかちょっと微妙なマスが続いちゃうね。
練習試合の持ち込み、これはすぐに使おう。どうする？船橋学園高校にしよう。そこそこ他の高校にして、やっぱり中堅にしろ。勝浦西高校にして試合をしましょう。負けてもあまりダメージがないところ。よし、この試合はね絶対に勝ちましょう。強豪校の浦安水産には負けちゃったんで。まあ控えの選手もあんまりいないですからね。これはだから、あの山際じゃない、山谷が3年になった時にいかに、下にいる選手たちが充実しているかで甲子園が左右されるかなっていう感じですね。では二見、4番ですね。ボテボテだな。もうちょっと転がってくれると場合によっては内野安打もあったのかなとは思うんですけどね。これもどう？ちょっと今度は打球がありすぎるけどエラーだね。とはいえ点は取られてる。3対1。山谷がピリッとしないんだな。ただ後半に強いですからね、うちのチームは。まだ諦めるには早い。ここを0点でしっかり抑えて、この後の攻撃につなげましょう。今ね、この今の山谷は、コントロール、制球力を上げている最中なんで、そのね、効果を見せてほしいけど、2人続けてか、フォアボールですね。ここは、しょうがないよね。こういう結果になるよね、フォアボール続けたら。ちょっと制球力が悪いな。どうした？ちょっと伝令を送って落ち着かせましょう。まあ落ち着かせたのは実際には守備陣の引き締めなんですけどね。これゲッツー。ちょっとセカンドの肩が弱すぎるな。うちのセカンドは誰かというと角田か。肩力 F。まあ、肩力 F だとあんなもんかなって感じになっちゃうよな。あ、ポロってるよ。大事な場面でポロっちゃうからな。まあ、ただね、ここで降板されても困っちゃうんで。いやー、強豪校相手だったらこの点差も許容できるけど、中堅校にこれはちょっとまずいな。打たれてる。入るぞこれは。満塁ホームラン打たれたか。大炎上したなー山谷が。10点ビハインドはちょっとまずいね。この回で終わっちゃうな。ちょっと点を取りに行きましょう。これはボテボテの当たり。どう柴崎、足はセーフだね。よく走ってくれた。じゃあ諸星です。よし、フォアボールだね。まあ、ここはね、11点取られたら12点取るスタイルがうちのスタイルなんで。さあ、二見。
当たりが良すぎたな、当たりが良すぎた、当たりが良すぎましたね。ゲッツーの間に1点っていうのはね、全然望んだ結果じゃないんで。さあ大貫に変わってるね。大貫くんはカーブがいい大貫くんなんですけど、その後は直球の練習、ストレートを鍛え上げてきているはずなんで、ストレートもねそこそこ使えるようになってるんじゃないかなと思うんですが、相手のバッター陣にちょっと打ち込まれる気配があるな。これはゲッツー狙う。だー、いや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 、こんなプレー甲子園じゃ見せられないよ。まずはね1点献上してしまいましたけど、この後の後続を断ち切るためにここから0点で抑えましょう。最後は全力ストレート137キロですね。甲子園出場が決まった高校が練習試合とはいえコールド負けというわけにはいかないので、まずはコールド負けにならないようにこの回に点を取りましょう。1点。ボテボテの当たりだ。進塁打にはなりましたね。まあ1点取らないと始まらないんで、この回に。入ったね。とはいえここでまだまだ終わるわけにはいかないので、もう 2,3 点取りたいけど、大貫くんがちょっとあまり期待できないバッターだからな。デッドボールでもいい。そして二見、今日いいとこないからな二見は。どう、これはセカンドの頭は越えないですね。もうちょっとね当たりが良ければ、あるいは超えてくれたかっていうところだったと思うんですが、土肥に変わってるな。大丈夫か、土肥。土肥のさ、そのいわゆるスタミナカスだと思うんだけど、クセモノ発動してやったことがデッドボールっていうのは、まあ間違ってはないと思うんですけど、さあこの回に2点取らないとコールド負けになっちゃいますね。これもちょっと当たり損ないかなというところだったけど、7番の角田か。ここはどうしても点が欲しいし、塁に出て欲しいから1点じゃダメなんですよね。1点じゃホームラン打ってくれたけど、もう1点必要なんですよ。これ根岸は今日1本ホームラン打ってるからな、もう1本行こう。大きいの狙ってるとね、あっという間に追い込まれちゃいましたけど、どう、サードかボールを抑えて、ゲームセットか。コールド負け食らったな。甲子園出場校が練習試合とはいえコールド負け。
ちょっといただけないな。ヤマヤがちょっと大炎上したっていうのが良くなかったですね。お、アロマテラピーなるものがある。これやろう後で。いや、甲子園春の大会がまぐれで出場したってなっちゃうからな、このままだと。さて、流し打ちだね、ここは。柴崎頼むぞ。無理か。お、流し打ちになってるじゃん。いいじゃん、いいじゃん。まあ、ここは柴崎だね。柴崎はそれなりにどうなんでしょう、プロ入りの可能性が高まってきてるんじゃないかな。まあ、試合での活躍もあるし、ここでかなり推薦してあげてるからね。土日のちょっとあれだよね、スタミナだよね。まあ、ヤマヤはコントロール D まで来たけど、コントロール D のピッチングじゃないんだよね。西田はじゃあちょっとパワーに変えていく。いや、総力だね、やっぱり。で、石森も総力上げ中です。角田も総力上げ中。根岸も総力中ですね。まあ、弾道をねちょっとそろそろ上げていきたいなっていう人たちも出てきてはいると思うんですが、柴崎もじゃあ総力に切り替えましょう。柴崎の盗塁 B が生きてくればいいなっていう。お、二見花粉症か。なんかすごい親近感あるな。ここだよ、ここ。誰がどこの進路に行くか結構重要だからね。藤村は本屋、篠田はショップ店員、荒は占い師、坂口、堀口かな本屋さん、室もショップ店員、宮内はならず者か。まあ、ならず者はいらなかったけど、しょうがないね。はい、というわけで、じゃあちょっとね、今回短めですが、キリがいいので一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きまたプレイをしていきたいと思います。今回ちょっとその山屋が大炎上したっていうのがね少し気になるので、山屋をどう今後このエアアジア高校のエースとして、まあそれこそクオリティスタートは絶対に切れるような投手になってもらいたいんで、山屋はね気にかけていきたいな、そのように思います。というわけで、じゃあ今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。